皆様、おはようございます。本日からの合同合宿で幹事を務めるリカと申します。 Hang on, I gotta check the parameters, Rika. Okay. Still doesn't tell me anything. 明賀大学3名、聖地大学15名、全員揃ったようですね。それでは皆様、本日から3日間協力し合って麗しい合宿の日々を過ごしましょう。リカさん、お荷物をお持ちします。 Don't you know that a guy is supposed to do that? あら、ありがとう。でも私にもこのくらいは持てましたよ。あれが幹事か。朝っぱらからおかしなもん見たわ。あれと3日間一緒なんだ。気持ちはよくわかるよ。I'd rather look at Sava too. ビリヤード同好会なんだし、こじゃれたいい男でもいないかなって期待してたんだけど。向こうの部員は想像通りほとんど女。一輝さん以外の男はたった一人か。ちょっと彼は。ないな。ないですよね。そっちのたった一人の男性部員も正直ないです。うん、だと思う。ごめん。なんでビリヤード同好会の合宿で18人中3人しか男いないんですか？信じられないです。私も信じられない。てか信じられないのはそっちの学校のメンバー構成でしょ。ですよね。すみません。ふん、ミネも来るって聞いてたけど、一期の方と同じ大学だったんだ。こっちの部員のあと一人は男だったんだね。一期以外でここにいる男は似たようなオタク系が二人だね。どっちがどっちの大学なんだろう。Can we see the geeky guys? I kinda wanna know what they look like. まあ、男子部員は害なさそうだし、どっちがどっちでもいいか。I don't think Ukyo was warning us about the male members. Unless they're instigated by the female ones.というか、ミネもサワも合同合宿の目的は相手校の男子部員だったんだね。先輩のお友達ですか？うん、サワっていうの。あんたは？ミネです。先輩とはバイトが一緒で、いつもいろいろ教えていただいてます。いや。そうなんだ。合宿中よろしくね。てか、あんたは一輝さんファンじゃないわけ？ああ、アタックして振られました。二股はかけない、乗り換えはしない主義だそうです。一輝先輩って遊び人だけど、自分ルールがあるんですよね。まあ、先輩が別れたらもう一回チャレンジしてみてもいいかなーなんて。おいおい、なるほどね。じゃ、もうしょうがないから3人で仲良くしてようか。ですね。え、そこで話がまとまるんだ。How else are they supposed to end it? それでは皆様、移動を開始いたします。はぐれないようにご注意くださいませ。シナノ、それは都会の暑さに疲れた人々が一時の涼を求める観光地。Wow, a new location background. そして今は真夏、シナノのベストシーズン。なのに寒い。Thank goodness I'm wearing thermal underwear.
This is probably why I don't go to mountains. I don't like the cold. ですね。入ろう。中入ろう。はあ、あったかい。癒されるわ。ほかほかですね。You guys are talking like we just entered a hot spring. 間違ってる。その感想、夏のシナノの感想として間違ってる。みなさん、こんにちは。山荘シナノジのオーナーです。アルゼン・ルパン？ Does look a bit like it. 本日はビリヤード同好会の合同合宿と伺っています。当山荘は定員20名となっておりますため、本日から3日間は皆様の貸し切りとなります。皆様にお貸しできる遊技場はビリヤード場をはじめといたしまして、ダーツとゲームのコーナー、ダートボード、スウィート、テニスコート、ゴルフコース、射撃場、温泉、温水プール、エステサロン、人工スキー場。Why do you have a shooting range? とうとう各種取り揃えております。ちょ、定員20名なのにどんだけ遊び場所あるの？ By the way, I'm wondering if this is the guy that actually turns out to be dangerous to me in this route. それではどうぞごゆっくりおくつろぎくださいませ。ナイスミドル。Mm. I absolutely agree. Kinda wanted to take his sunglasses off though. And maybe shave. はい、一騎さんの次くらいにいい感じです。And he's older. 君たちもさ、少し他のこと考えようよ。それでは皆様、まずはそれぞれのお部屋に。お手荷物を置いてきてくださいまし。Let me guess. Ikki has a great room, but it's surrounded by girls, and I'm gonna be in the room that is the furthest away from him. その後は練習時間となっております。二大学揃って、早速ビリヤードをたしなみましょう。お部屋の場所はこちらにご用意した部屋割り図をご確認くださいませ。さて、どうなってるのかな。あ、私、あんたと同じ部屋みたい。Oh, good. For a second, I was worried Rika had put me into the same room as her. あ、サワちゃんと同室なんだ。それならちょっと安心だね。漢字権限で妖怪女と同室にされて、延々脅されるかと思ったよ。とりあえず、部屋に荷物置いてこよっか。でもって、あのオーナーに名前聞きに行くから、あんたも付き合って。Yeah, okay. やっぱりそこか。よし。Could you lend me that for a second? I need to smash it over some annoying girls' heads.Oh, shut up. I've spent the night with him. Donk slip. Oh, God, I accidentally smacked it against your eye.Oops. ねえねえ、後で私に打ち方を教えてね。It's not that difficult. You use that stick, you hit the white, and depending on what type of game you're playing, you are then assigned to hit
in sync only the striped ones or the fully colored ones. Done. And then after you got your type all done, you have to sync the 8. やめなよ。彼女、さっきから後ろで見てるよ。知ってるけど、一気はそんなの気にしないでしょ。Him not minding is not the issue. ビリヤードを教えてあげるのにどうして彼女のこと気にする必要があるの？だよね。Oh, icky. I was gonna offer to teach her how to play billiard. I mean, you probably are just really exhausted from already playing. I'm such a good girlfriend. 予想してたとはいえ、すごい騒ぎだね。いつにも増して。Probably because we are in a smaller location, so it echoes more. あ、なんか一気、口動かしてる？君に何か言ってるのかな？ Icky, I'm very bad at reading lips. What is it? 見てて。 You gonna whack someone with the ball? On the table, not yours. Which is why I said the ball. どんだけ自意識過剰な野郎だ。自分がかっこいいと思ってるのか？そう、確かにかっこいいよ。さっさと打てばいいじゃん。どうせ入れるんでしょ。一気、もう一球、もう一球。一気、頑張って。はあ、とてもまともにビリヤードできる雰囲気じゃないね。みんなの視線が怖いったら。どうする？もうちょっと見てる？向こう行く？I could leave, but that might lose me points that I want to score with Ikkyu, since he uses those words on me. If I watch, I'll have to listen to more fangirls fangirling. Yeah, sure, I'll watch.彼女こっち見張ってるんですけど。 I am burning you in my mind. え、やだ、ほんと怖い。怖いのはどっちだよ。 They're not scary. I am. はいはい、彼女のことはどうでもいいでしょう。 I only get stabby when it's full moon. Oh look, it's full moon tonight.収集も無理そうだし、ファンの子たちも怖いし、サワちゃんのとこ行こっか。 She's gonna be busy talking about Mr. Owner. にしても、この合宿はなんだろうね。一気さん見学ツアーとでも銘打った方が良かったんじゃないの？とてもじゃないけど、ビリヤード同好会の合同合宿とは思えないわ。まったくだね、僕もそう思う。ん？はーい、空いてますよ。こんばんは。あ、ミネじゃん。何？遊びに来たの？いえ、リカさんに言われてお誘いに来ました。I refuse! これから下のラウンジで夜中までトランプ大会だそうですよ。お二人もどうですか？ I refuse! トランプ大会ね。オーナーも参加するそうです。マジで？行く！よし！トランプ大会か。そういう無礼講っぽい集まりって情報収集になりそうだけど、
ハーレム状態の一気を見ているだけに終わるという気もするよね。あんたどうする？ Honestly, I have the feeling that if I pass, Ikki might come to visit or I might leave and I would get a scene with him. But going could lead to information. I'll pass. So?Yes, I'm still very tired from being sick. Yawn! I'm going to go to bed now. じゃあ悪いけど、私行ってくんね。あんたも遊びたくなったら、後から降りてきなよ。Or I'll come down to watch. それじゃあ先輩、失礼します。じゃあね。さて、一人で残っちゃったけど、どうしようか。これからの作戦会議でもする？あ、ビリヤードのルールって覚えてる？もし忘れてるなら、僕を教えてあげられるけど。A spirit that apparently doesn't know all that much about the human world, except for what he's been taught by me, is gonna teach me how to play billiard. As I already pointed out, it's not that difficult to play.Ikki? あれ、いたんだ。 Dating some logic has not failed me. って、ノックしておきながら返事待たずに開けんな。ごめん、てっきり下に参加してると思っていきなり開けちゃった。タイはないよ。 Why would you go into an empty room? 残念だな。どうせなら着替え中だったら面白かったのに。I was gonna say, maybe you were hoping of catching me in the middle of that. ちょっと、平然と着替え中にバッタリシチュエーションを望まないで。Well, he's right about that. 行かないの？下、盛り上がってるよ。Oh yes, a card tournament. How utterly exciting.自分の部屋にいると見つかりそうで逃げてきたんだけどさ、ここに潜伏させてもらっていい？ Yeah, quick, go under my sheets. Nobody will find you there. 僕と二人きりになるのが怖いなら、どこか別の部屋にしておくけど。ありがとう、助かる。隣、座っていい？最近本当に驚くくらい話してもらえなくて、一体どうなってんのかな。 They think if they're like the goldfish droppiest of goldfish droppings, you'll ignore me. いや、もともと今やってるみたいな集まりには顔出さないようにしてるんだけどね。だってほら、僕がいるとみんな僕に構ってくれるからゲームにならないでしょ。今はたまたま君がいたけど、大抵一人で隠れてるんだよ。ねえ、僕が人気者に見える？ You look handsome. I don't know if that immediately means the same as popular. 違うよ。本当は邪魔者なんだよ、僕は。参ったな。まさか言い当てられるとは思わなかった。今まで誰も気づかなかったのに、本当に君にはかなわないな。 When you've had enough information about this being the true face behind everyone, it's kind of easy to figure out what your issue is. The real issue, that is. 本当はね、寂しい。I've got some cards. We can play some card games. 普通に、ただ普通にみんなと遊びたい。普通に話がしたい。喧嘩でもいい。君みたいに普通に話してほしい。
例えばケンはさ、僕のことをバカにしたりもするけど、手放して褒めたたえたりしないでしょ。君もそう、嫌なものは嫌、やりたいことはやりたいって普通に言ってくれる。それだけのことがすごいんだよ、僕には。本当に奇跡みたいなんだ。想像できないだろうね、僕の生きてる世界。I can imagine it, which is why I would absolutely hate it. いつも僕と話してくれる君にはすごくありがたいと思ってるよ。多分君が思ってるよりずっとずっと真剣にね。ねえ、もうしばらくここにいていいかな。話させて。どんなつまらない話でもいいから、普通の話聞かせて。You know, I've got this horribly ingrown toenail, and if I don't fix it right, you know, cut a bit every now and then, it gets really unpleasant to walk on. Why do you look so grossed out? 君の声を聞いていたいんだ。今日もビリヤードはできそうにないね。ビリヤード場から悲鳴が聞こえてきますね。Let me burst in there with my own coup and be like, Ikki! I challenge you to a billiard duel! Which one of us has the tougher balls? And then everybody will giggle. とてもじゃないけど怖くていけないね。ねえ、本当にさ、どうしてあんたはあんな奴の彼女やってんの？こないだは聞きそびれちゃったけど、いい加減話してよ。あれ？サラさんも知らないんですか？そうなんだよ、この子話してくれなくって。Yeah, well, let's have Mina explain. She's, you know, so much better at explaining stuff like this.と思ったのに。あんたも知らないの？知りませんよ。今年の春、私がバイト入った頃は全然そんな素振りなかったんですよ。っていうか、ガンつけてました。一輝先輩のこと嫌ってるようにしか見えませんでした。やっぱり？私もさ、この子から一輝さんのこと嫌いって聞いてたんだよね。やっぱりそうなんですか？なのに急に付き合いだしてさ、あの目にやられて判断おかしくなってないか本気で心配なんだけど。途中で急に聞くようになるなんてことあるんですかね。ねえ先輩、ここは一つぶっちゃけてくださいよ。今はあれ聞いてるんですか？どうなのよ、あんた、あれにやられてるんじゃないの？記憶を失う前はわからないけど、今は間違いなく聞いてないよね。ただ、今聞かないのは、僕が心の一部を占領しちゃってるからかもしれないね。If that was the reason, wouldn't they affect you? Since you're occupying the part of my brain that would be affected?母ちゃんやミネには昔の君も一気を嫌ってるように見えてたらしいし、となるとやっぱり前から聞いてなかった。でもでも、あのパフェの作り方を教えてもらった時の君は明らかに一気に見とれてたよね。 Can we get to the dialogue options already, please? 本当のところどうだったんだろう。ここは想像で答えるしかないかな。聞いてた？そうなんですか？じゃあどうやって克服したんですか？ I trained by looking him in the eyes a lot. 聞かない体質になれたら、一輝さんとお近づき。
僕も聞きたいな。一輝さん、今の話初耳なんだけど、どういうことなのか僕も聞きたい。やば、本当はどうだったかなんて分かんないよ。そう言われてみれば、最初は聞いてるように見えたんだよね。どうして聞かなくなったの？ You know when you were teaching me how to make the parfait, they work there. Yeah, you noticed that. Whatever. They stopped working August 1st? まあ、この子にもいろいろ事情があるんでしょ。そこはほら、いずれこの子の方からちゃんと話すと思うんで。すみません、追求しすぎた私たちが悪かったです。すみません。おや、そちらの方はラウンジに何かご用ですか？I'm sorry, didn't you say that、the entire property was being reserved for us for the next 3 days? Of this is the second day? So of course we have business in here. お飲み物でもご用意しましょうか? No thanks. We're fine. ああ。はい、コーヒーを一杯いただけないかと思いまして。かしこまりました。少々お待ちください。It's nice to have someone else finally bring me some coffee. なんとかこの場は切り抜けられたみたいだね。ナイスフォロー、オーナー。夏合宿の夜といえば。A test of courage? やはり量を求めて肝試しなどを行うのが粋でございますわね。 Which doesn't work considering it's apparently fucking gold. というわけですので、この山荘の周囲に肝試しの用意をしております。 I refuse to take part. I have no problem being labeled a scaredy cat by all of you. I am notGoing to head off into the dark with so many enemies around me. 十分寒いっつーの。実は50年ほど前、報われぬ思いに身を焦がした女性がこの辺りの森で首を吊って亡くなったそうですの。Let me guess, you're gonna try to hang me and then use my corpse as a prop.今晩回っていただくのは彼女がその時歩いた道ですわ。 And? Lady, I play Fatal Frame and other actually scary games. This doesn't scare me. お配りする地図の通りに歩いて、彼女の亡くなった場所にお花を置いて戻ってくれば終了です。 No.この山荘の周囲はとても暗い森になっておりますので、うっかり足など滑らせないよう。Don't worry. I've got a leash already on you. Walk ahead. そして、彼女に取り込まれてしまわないように。There's something very bad that could potentially happen here. Just need to warn you. Subtle, subtle hint, hint. 十分ご注意なさってくださいませね。By the way, this is something I've been wanting to mention for several videos when this music appeared, but this particular track almost sounds a bit like Fatal Frame to me, especially during the high notes. I would say, duh, ghosts don't exist, but Ukiyo apparently.死んだ女なんて、そんな都合のいい階段ないよね。
それでは皆様、こちらのくじを引いて2人ずつのパートナーになってくださいまし。お墓参りの道中は決してパートナーから離れないよう気をつけてくださいませね。Do I have to listen to every one of the girls being disappointed that they didn't get Ikki as their partner? Russell, 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 let me grab the paper. I'm looking. Aren't you the one that tried to cut my hair in the other world?I'm gonna stay far away from you. うわ、この子いつも一気に群がってる子の一人だ。多分一気ファンクラブの会員なんだろうね。Nah, I don't think so. あ、リカさん。私リカさんとパートナーです。よろしくお願いします。ええ、よろしく。We're totally not planning anything. あの子もよく見る顔だな。ああ、そうなんだ。よろしく。With your shrill voice, I think you are gonna awaken the ghost of that dead girl. あの子もよく見るな。Do you think this was rigged? ねえ、ちょっと、主要な顔ぶれのパートナーはみんな熱心なファンクラブ会員じゃない? What about Sawa and Mina? 八百長っぽいな。一気がなんかチラチラこっち見てるみたいだけど、話でもあるのかな? I don't know. Let me use sign language. Wait, I don't think he speaks sign language. Shit! こっちから行く? If I go over, I...could be making people hate me more and then lead to a bad end. But if I don't go, I might still put myself into the danger of all the fans. You know what? Since I actually haven't saved in a while, I am going to save now. Oh, first the parameters.Yeah, that's fine. Wow, I haven't saved in 11 days. I'm not gonna do it right now.用があるなら向こうから来るだろうし。Or it's the same of keeping his distance to me because he knows that everybody else is a freaking yanda around him. Still. それでは次の方どうぞ。私たちの番みたい。行きましょう。はーい。はあ、なんか仕掛けでもされてるのかな。Don't worry. She has a very convenient bra strap visible and that choker thing too. Well, choker if necessary. 単にお墓参りするだけなのかな。それならまだいいんだけど。本当に暗っ。何これ、思った以上に暗いじゃない。What were you expecting? We were apparently going in there without a flashlight or anything. ああ、やだな。こんなところにあなたと二人きりなんて。Isn't this the music that was playing with Ukiyo before? This doesn't bode well.
一気とペアになれた子が羨ましい。Oh, it wouldn't be. Ikki's actually a total coward. 君だってどうせなら一気とペアが良かったよね。Honestly, I wouldn't care. I would have been fine with Saba or Mina. ダメなんだよ僕。精霊のくせにって思うかもしれないけど、お化け怖いんだよ。ああ、この地図だと長そうだな。もうすぐ分かれ道を右に行くはずなんだけど。Let's send her first.Just in case. こんなに暗いんじゃ別れ道あっても気がつかないかもしれないよ。I have an idea. Let's grab a branch, even if it's lying on the ground, and use it as a blind man's cane. やだよ、やだよ。早く帰りたいよ。Then again, I'm sure we're not going to do that because that would be logical. っていうかさ、そろそろ最初の別れ道についてもいい頃なんじゃないの？I don't know, let's immediately stop walking. And preferably hold on to something sturdy. え、もしかして、道間違えてる？それとも、まさか霊が僕たちを迷わせてる？ねえねえ、この地図おかしくない？もう分かれ道あっていいはずだよ。少し戻った方がいいんじゃない？って、あれ？ The girl is gone.パートナーの子は？いないよ。戻ろ、ね、戻ろ。Or, as said, we stop walking and I hold onto something very, very sturdy, just in case. Because she might try to push me down something, or otherwise do something, and if I just stay here...I can wait until at least it's get a bit lighter. Though I'm guessing I don't have my phone on me. なんか足音してない？パートナーの子が戻ってきたのかな？ If she is coming back, I'm not happy about that. 見つけた。Sup?It's Nana! Ha! 何その情けない顔、もしかして怖かったの？ Not really. The spirit in my brain was more scared than I was. よしよし、もう大丈夫だよ。パートナーの子がリタイアするって言うから抜け出してきちゃった。Okay. っていうか、そっちのパートナーもいないんだ。困ったもんだね。もう、そんなにすがるような目で見ないでよ。抱きしめたくなるでしょ。That's fine. I have an idea. Carry me a bridal style outside of the forest, so that I have two hands free to flip off your fan club members. ほら、腕につかまりな。もう怖いことは何にも起こらないよ。何かあっても守ってあげるからね。And then the murders began. やばいな。本当に抱きしめたい。ああ、ダメダメ。嫌われないようにしなきゃ。Must think unsexy thoughts. Must think unsexy thoughts. 何もしない。もう怯えられたくない。ああ、一緒に途中棄権しよう。去年来た時に見つけたんだけどね。近くに星がよく見える丘があるんだ。こんなのやめて、星見に行こう。別に肝試し続けたくないでしょ。I'm mostly considering it a waste of time.But can we not go to a hill that sounds like it might be a dangerous place to fall off of? あのさ、二人になれたら聞きたいことがあったんだけど。昼間ミネたちと話してたこと、あれって本当なの？僕の目って
君にも聞いてたの。君今までそんなこと一言も言わなかったよね。They worked on me before we even got together. What does it matter? どうして言わなかったの？まさかとは思うけど、落としたことは別れるって噂、まだ信じてるわけじゃないよね。Well, considering you made it clear to me that you do date for 3 months so that everyone has some fun and then you leave, do you blame me? Thank you, I can finally say this. What? I honestly don't care about rumors. その割には初対面の頃僕に関する噂を信じ込んで僕のこと嫌ってたじゃない。 I had a change of heart. Why just stop bothering about it? 別に昔のことだし、今信じてないならいいんだけどさ。まあ女遊びしてたこと自体は君も知っての通りなんだけどね。 Yeah, whatever. でも落とした女とは別れるって、それ僕の目の力を信じてない男の言い分だよね。落とす努力なんて僕には必要ないのにね、バカバカしい。みんな二つに一つなんだよね。僕を大好きになってくれるか、疑って遠巻きにするか、どっちか。Oh, don't be so conceited. I'm part of the third group that does exist. The ones who might have heard about the rumors, but overall don't really fucking care. 君みたいに僕が信用できるのかどうか近づいて冷静に判断してくれたのはケンくらいだよ。着いた。すごい星だね。 Why are the stars purple and red? あのさ、昔小さい頃にね、こうやって空を眺めながら流れ星に祈ったんだ。女の子にモテたいってね。 And then you got the eyes. And you realized that your wish sucked. どうしようもない子供でしょ。我ながら他に願い事なかったのかって思うよ。でもね、その後周りの女の子たちの態度が変わったんだ。不思議なくらいみんな優しくしてくれるんだよ。びっくりしたね、あれは。それから年を追うごとに女の子たちの反応はもっとはっきりしてきた。中学に上がる頃には確信してたね、あの願いは叶ってたんだって。でも僕はもう嬉しくなかった。僕はたくさんの女の子から愛されるようになった代わりに友達を全員なくしてたんだ。こんな力いらなかった。僕はあの時間違ったものを望んでしまった。やり直せるならもう一度あの時の願いをやり直したい。今度はあんなこと願わない。好きな子から愛してもらえますようにって願うよ。 Honestly, that doesn't sound like all that good of a wish either. あ、流れ星。 And it's already gone.君に愛してもらえますように。勝手にキスしたことを君が怒らないでいてくれますように。できればもう一度させてくれますように。これは君へのお願い事だよ。ダメかな。願い事叶わないかな。二度目の奇跡はちょっと欲張りすぎかな。